の伊藤梓です。いやいよいよ今年もこの富士スピードウェイで24時間の耐久レースが始まりました。コース上からはマシンの音が響き渡っていますね。今年は着々と安全にミスなくというところで表彰台もぎ取りに行きたいと思っています。あの24時間長いんで、まあ、僕らも楽しみますけど見てる人たちも、楽しめるんじゃないかなと。ロードスターは楽しいですよ。で特に今回がタイヤが 7HRS って本当あの街走ってる、ね、あのサーキットでロードスターを走らせてる人たちと同じタイヤなので、足も多分同じような足になるし、そういう意味ではあの見る人たちにとっての情報にもなるんじゃないかなと。A ドライバー、B ドライバーがですね、このほどタイムですね、ポンポンショーを叩きぜひ確認していただきます。私はイベントスペースに来ています。まあ、夜も深まりまして今22時ぐらいなんですけれども、たくさんの人がこのイベントスペース楽しんでいます。レースはナイトセッションに入りまして、もう辺りもすっかり暗くなっています。ただですね、ここからまだ17時間もレースがあるので、まあ、今後もその展開を見守っていきたいと思うんですけれども、今夜になってコースサイドを通ってきたんですが、テントが立ててあるスペースすごくこうサーキットから近いので、迫力あるレースを楽しみながら、まあ、テントでバーベキューを楽しんだり、皆さんこう集まって会話を楽しんだりしている様子がすごく印象的でした。それでは富士24時間耐久レース見事2連覇を果たしました17号車のノプロさんにお話聞いてみたいと思います。まずは皆さんおめでとうございます。
はい、今回2連覇ですけれども、外から見ている分にはすごく危なげないレースだったかなと思うんですが野上さん的にはいかがでしたか？昨年の優勝に比べると今回は、ね、かなり厳しかったですね。ともかくタイムが落ちないでみんな、ね、ハイペースで走られてて、でうちはまあ多少燃費がいいと言いながらもやっぱりパワーを出していくと給油回数も増えちゃいますし、際どい戦いでしたし、最終的にうち自体もいろんなトラブルがあって、一番重大なトラブルとしては3速ギアがなくて4速5速で走ってるようなね、後半3時間ぐらいはそんな感じでね走ってたんですけども、まあ皆さんドライバーがね本当にうまい、うまくこうコントロールできるっていうところで本当にうまくいっちゃったって感じですね。はい、まあ、ただ本当今回の意気込みとしては、まあ、野上社長であったりとか大谷飛雄先輩などがすごい入念に準備したりとかずっと煮詰めてくれたマシンを、まあ、大事に扱いながらですね、トップを目指したいなと、優勝したいなと思ってましたし、びしょびしょにもなりたいなと思ってたので、まあ、それが達成できて本当に良かったなと思います。次戦も頑張ってください。頑張ります。はい、ということで24時間の耐久レース無事に終了しました。今回はマツダ車が1台もかけることなくゴールできたのが本当に良かったなと思います。通常のスーパー耐久のレースですと、まあ、3時間5時間のレースが多いんですけれども、この24時間耐久レースというのはこの富士での一戦だけになります。まあ、3時間5時間のレースと違ってやっぱり24時間かけてレースするので、ここでしか出ないトラブルであったり、まあ、故障が起きたりすることが多いので、まあ、その中で、まあ、いかにこうチームで協力してそのトラブルを乗り越えていくかというところにドラマがあったりするので、やっぱり24時間耐久レースでしかこう味わえないようなもう感動がたくさん今回も感じられました。